こんにちは、セイザーチャンネルハルカとレンとカズです。よろしくお願いします。本日も皆様にミャンマーのニュースをお届けいたします。本日までのコロナの状況です。じゃあまず1本目、はい、最初に出勤しちゃいけないね、今ね。はい、はい、それで、出勤してもいいよっていうお仕事が増えました。あ、またえまた増えましたか。増えた。あ、そうですか。はい、なんで、なんでしょう。わからないです。知らない。あれニュース見てない。ちょっとさ、あのさ、じゃあさ、ダメなやつあるでしょ、今。はい、はい、一番最初に発表したやつね。その中でさ、なんかないと不便だなって思うのなかった。配送とか。配送とか、そうだね、運搬業、配送もあるのかな。物流わかるかな。わかんない。物を運ぶ人だね。中国から入ってきた物をヤンゴンまで運んだりとか。あ、船に、はい、もっと大きいやつ、飛行機とかね。あの、そう、そういう場所で働く人たち。あ、はい、飛行機ってパイロットだけじゃないでしょ、うん、海もそう。あと関連する会社、電話とかもそうだし、コンテナの運営とかね。あ、新しく増えました。よかったですね。よかったね。レストランもダメだもんな。それはまた分まだまだ先ですよ。一番最後の方になりそう。ね。レストランとは今あのテイクアウェイだよね。テイクアウェイだけ。まあ今のウイルスの状態だとまだまだですよね。エアリーバンクが、ヤンゴン121店舗あるんですけど、このうち43店舗一部停止だそうです。あら、80個くらいかな、残る。で、それだったらあのさっきの 40店舗に働いてるスタッフたちはどうなりますか。これはね、エアリーバンクに問い合わせてみようか。エアリーバンクだけですね。私がね、その記事に書いてあったのはエアワリーバンクだけだった。さっきのフェイスブック見てたらね、新品と番号がセリゼットに書いてたら、入り口でアプリを入れないといけないっていうの書いてあってね。 QR コードをスキャンしなきゃいけなくて、そこでレジストレーションをしなきゃいけないのよ。例えばその中からポジティブの人が出たら、その日そこにいた人が連絡が来るんだ。ちなみに今日気になって家の近くの CB 駅はいすごいですね。あ、本当。へぇ、でも10時ぐらいかな。たまたまそこが閉まってたのか、意図的に閉めてあるのかちょっとわかる。うん、コロナの発見ですね。はい、旅行期間が1年で、旅行期間1年1ヶ月後になのかなっていうことが書いてないんだけど、保険の会社が払うお金ね。はい、はい、あなたたちだと6歳から30歳がね、1万1000チャットって書いてある。おー、ね、31歳から40歳だと1万4000チャット。はい、で41歳から50歳だと1万7000、6000チャット。はい、51歳から60歳が2万8600チャットで、61歳からがね、すごい上がる、6万1600チャットを払わせてくれる。1年にね、あと1ヶ月ですよね、うん、そこにこんな安いわけがない。保険だからね。はい、そうですね、はい、コロナで、はい、入院しなきゃいけない時に保険会社が出してくれる、はい、1万4000チャット、1万4000チャットは1日に払う。1日にもらえる。もらえる。だから3学校くらいかな。1ヶ月に4学校くらいもらえますよね。いや、やらないです。私だと。あれだね。病院とか隔離のになっちゃった時に、あの、はい、それを払える人がいないじゃない、今。1ヶ月に1万チャットとか2万チャットぐらい払っておけば、もし万が一これからコロナになった時に、その医療費、はい、2週間 の, あの隔離だったりとか治療だったり、はい、その時のお金を出してくれると。
だから何もなければもらえない。そうですね、はい、確かにそういう仕組みです。はい、手榴弾、軍の人が使う道具で投げたら爆発するやつ、ちっちゃい 手の大きさぐらいの爆弾。あー、手榴弾、はい、手榴弾、うん、絶対使わないと思うけど日常的に使うようにあなたが言ってない。そうだね、なるべく避けてほしいな。燃費道の、はい、選挙委員会の人のお家に投げ込まれたそうです。でもそれはニュースじゃないと思って、噂だなと思ったら、みんなジョク、ジョクってとか言うね。ニュースになってた。うまいこと、はい、爆発しなかったって。しなかったからよかったけど、もしね、あの爆発しちゃってたら、なかなか大変だったんじゃないですか。そうですね。でも大変だけどね。選挙をしたくない人たちがいるんだろうね。なあ、はい。停電もしたよ、昨日。停電？そう、夜ずっと停電しててさ、8時ぐらいから11時半まで。私の辺は停電してない。マジか。この辺も停電してない。全然停電してないね、この辺。あれで社長の辺はどうして？高い家賃払ってんのにな。停電多くないですか？ね、どうしたんだろうね。うち停電しなくて、なんかカズさんち停電してること多くないですか？なんででしょうね。日頃の行いのせいかな。それですね。社長、毎月お金ちゃんと払わないの？払ってるよ、ちゃんと。止められたわけじゃないから。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を。もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。それでは、はるかと、れんと、かつでした。たたーん。